皆様こんにちは。今回は写真を自動共有できる Google フォトの共有ライブラリについて解説させていただきます。 Google フォトは2017年6月29日に写真を自動共有できる共有ライブラリ機能が追加され利用できるようになりました。この共有ライブラリは指定した一人のユーザーに自身の Google フォトに保存してあるすべての写真かフェイスグルーピングで分類された写真を共有できる機能です。また、共有する元のユーザーの Google フォトに対象となる写真が追加されると、その写真も自動的に相手に共有されていきます。Google フォトの共有ライブラリの使い方は、まず Google フォト左上のメニューアイコンからライブラリを共有をタッチします。あとは基本的には画面の指示通りに進めていくだけです。共有する相手を一人指定し、共有する写真をすべての写真か、フェイスグルーピングによる特定の人物が写った写真から指定します。特定の人物が写った写真は複数人分指定することが可能です。また、古い写真の部分で日付を指定することで、その日以降の対象写真だけが共有されるようになります。最後に共有相手に招待状を送信し、共有相手が承諾をすれば共有が開始されます。Google フォトの共有ライブラリは自動で該当する写真を相手と共有できるので、旅の思い出や家族の写真を共有するなど、身近な方との写真共有用として便利な機能です。ぜひ参考にして活用してみてください。以上、写真を自動共有できる Google フォトの共有ライブラリについての解説でした。